ちゃ、こんにちは、三鷹さん。お、今日は怒りか。怒りですよ。我らの大谷選手がピンチかもしれないっていうルールです。いつから我らになったの？我ら多いのは小林もそうだし、そうだ、我らじゃない、坂本もそうですよね。確かに世界の大谷だから、ね、そうです。あの、私たちの大谷選手がピンチです、はいはい、まあ、後ほどなぜピンチかっていうのをまあやっていくんですけれども、はいはい、とにかく今アメリカって新しいルールをどんどん導入してきてるじゃないですか。特に今年はピッチクロックとか、ピッチクロックな、はい、これ導入されるって言ったら、はい、現場の選手たちがまずはこの通信機能を慣れさせないと絶対無理だっつ、やっぱりそうですよね。あの一回首打ったらもうボールになっちゃうんで、だからこの通信機器を持っとかないと、はい、それはやっぱ成立しないって言ってたよ。そうですよ、ね、もうストが起きるんじゃないかって、それをやるって言ったら。だから開幕してからメジャーはそれでもう選手と塁審がもうね、ちょっと揉めちゃったりとか、まあ、まあそれはそうだね。まあ、そういうのはあるよね。ありますよね、うん、でも、はい、日本の野球を見てるとピッチクロックに引っかかるピッチャーたくさんいる。いっぱいいますか？中継ぎ特に。あ、やっぱ大事な場面で出ていくじゃない。はい、一気に30秒ぐらいかかる。あ、そんなかかってるんですか？うん、それを20秒以内で投げなきゃいけないって言ったらもう大変だぞお前。そうですよ。いや本当に首振れないですよね。いや首振れないし、うん、焦るだろうな。はい、焦りますね。だからそういう事態にならないようにするにはやっぱ慣れておくしかないよね。そうですね。だからこういう通信機器も大事だけども、はい、そういうタイムに慣れておくっていうのは、うん、大事なことかもわからない。これね、アメリカの導入したものって大体日本は導入してくるから、あ、後入れきますよね。だからこれ世界基準になってくるからさ、はい、だから本当にあの気をつけておいた方がいい。そうですよね、はい、でそんな中ですね、メジャーリーグの公式はアトランティックリーグ、これアメリカの独立リーグなんですけれども、このアトランティックリーグで新しいルールを試験的に導入すると発表しました、はい。でまあ、最近はそのアメリカ独立リーグが MLB と提携して独創的なアイデアを試すということをやってきたんですけれども、例えばメジャーリーグ今シーズンから、これ多分アトランティックリーグだと思うんですけれども、指名ダイソーから1打席1回の牽制を新導入して、さらにダブルフック DH ルールを継続することを決めたというところなんです。なんか1打席、分からんよな、まあ、1打席に1回の牽制っていうのはもう言葉の多分響きで分かると思うんですけども、指名ダイソー、これはスタメン出場していない選手をまず1人リストアップします。自由にその選手をダイソーで何度も何度も起用することが可能。だから俺が言ってんじゃん、はい、オフェンスとディフェンス変えろって。いわゆるそれです、つまり。ああ、うん、だからもう最初から言ってるんじゃない、7回しにして、はい、ね、オフェンスとディフェンスを変えて、はい、でもその中でも攻撃も守りもできる人は3人ピックアップして、はい、その選手たちはもう1試合フルに出れるという、はい、で足の細い人は、ね、ピンチダイスを使って塁に出たらスピーディーな野球をやるっていう、はい、これはもう最初から俺が考えてたことだもん。それを今俺の動画見てないか見てないんですかね見てないな。そうです、字幕出しときましょうか。そうなので、例えばですよ、まあ、足のスペシャリスト、まあ、ソフトバンクの周東選手はレギュラーでも出てますけど、もう決めておいてダイソーで何回も出てもらう、でも守備にはつかなくていいよ。チャンスの場面で周東選手、次の回チャンスの場面ではい、また周東選手っていう使い方を要はするということです。なんでこれは俊足が持ち味の選手とか高い盗塁技術を持つ選手を起用すると得点のチャンスが高まるということで、こういうふうなルール。ピッチャーたまらんな、ね、常にシュート選手だって3回しか牽制できないんだから、はい、で今はそうですよね。3回しちゃったらもう次の投球はホームに行くしかないんだから、はい、アトランティックリーグでは1打席1回の牽制のみになっちゃってるんで1回もう2回できない。人走りますよね走るよな、はい、もうピッチャーやるやついなくなるよこれ。だみんなバッターとかになっちゃいますよね。ダルビッシュ投手言ってましたもんね、バッターの方が花形だってメジャーは。まあそうだけど俺はピッチャーはスターだと思うよ一番高いところからみんなを見下ろすわけだから、はい、これは良くない方向に行ってんな、うん、野球が。だからより得点が入る率がこれで高まるっていうことにはなりますよね、まあそうなってくると。そうだね、はい。で何かじゃあ大谷選手ピンチなのかというと、これはダブルフック DH ルールというものが継続して行われるので、もしかしてメジャーにも入ってくるんじゃないかと。これはもう先発投手が5回以上投げていればまずは DH を継続して使うことができる。
ただし先発投手が5回を投げきれなかったら、まあ、4回の何分の1になってしまうと残りの試合はその DH の選手はもう出られません。そこの打順に新しい投手が入るか新しく代打を起用しなければならないと。なので大谷選手は今 DH で出てます。エンゼルスの先発ピッチャーが5回持たなかったら当然もう試合には出られない、引っ込まなきゃいけない、そういうルールなんです。打席が減っちゃうよね。はい、減ります。まあルールだから仕方ないっちゃ仕方ないけどさ、まあ、完全に今のやり方を見てるとさ大谷は絶対不利だよね。いや不利です。いやだって DH でも他のチームもDH 専門の人がいて、あ、いますよね、うん、打席を剥奪されるっていうのがさ、うん、やっぱそれは納得いかないと思うよ。これは俺導入するかなと思うけどね。いや私も思います。でやっぱ新ルールの導入にファンはもう概ねもう非難。いやそりゃそうだろう、はい、野球を変えるのはやめてほしい、誰も望んでいない、本当に悪いアイデアだっていう。誰が考えるのかな、こんな悪いことをこんな悪いこと、悪いことかどうか分かんないけどさ。そうですね、まあ、だけどこれ日本でやると、はい、例えば山川が DH に入ってて、はい、高橋光成が投げてて、はい、調子が悪いと、うん、3回で降りた、うん、変えらんないよね山川おい山川までいなくなっちゃうぞみたいな。そうなんですよ。だってエースと4番がそのゲームからいなくなっちゃうわけでしょ。下手すれば1打席で俺今日これで終わりみたいな。だよな、はい、で本当に2回とかね1回とかで炎上しちゃって変えたら変えらんないよね。俺はできないわみたいな。なんでそこが連携してるのかが分かんないんですよね。なあ、なぜは DH が外れなきゃいけないんだろうっていう。まだ導入されてないわけだからさ、はい、まあそんな騒ぎにしなくてもいいけど、はい、でもこれが導入されたら、はい、まあ、大谷は明らかに打席数が減るっていうことだよね。まあそうなりますね。それ絶対そうだよ、はい、だって5回持たずに降りるピッチャーって、うん、まあ、結構いるしさ、はい、ブルペンデーなんかできないよね。あ、ブルペンデーなんかできないですよ。3人ずつなんか、まあ、でもブルペンデーやるってするとさ、はい、先に別のやつ DH に入れといて、あ、後で大谷を入れるとか。でもブルペンデーにしちゃうとやっぱり1打席しかそれでも回ってこないことになっちゃいますもんね。その分変わった投手を DH のところに入れなくて。でもそのあ変わった投手の単美か。そうです、単美なので。それはいかんのやったということになると思うんですよ。プラスじゃあ大谷投手がピッチャーで出てるときって指名打者でも出てるじゃないですか。仮に4回でちょっと調子悪いとか、例えばなんかアクシデントあって降りてってなったら必然的にどっちも打席にも立てない、はい、打席にも立てなくなるっていう。どうなんだろうね、どういう理由なのかなというふうには思うけどね、うん、そうなんですよ。このアメリカの独立リーグが新ルール試験的にこれを導入すると。どうなんだろうね、独立リーグの人たちって。ここがやっぱり試験的に最初に取り入れて、でメジャーリーグ側がやってみるやってみないっていうのをまあ判断するっていうケースに結構なってきてるみたいなんですけど。独立リーグではやっぱ球が速くなってるから30センチプレートを下げて試験的にやってるの、これはどうなのかね。やっぱ導入されないのかね。どうなんですかね、うん、とか、はい、まあいろいろ試しはやってるよね、はい、でも日本でもさいろいろ考えてみればいいなと思うけどね。メジャーが取り入れたからうちも何年後に取り入れるわけではなくて、先に奇抜なこと考えちゃうだから豊さんが言ってたその7回にするオフェンス、うん、ディフェンスを変えちゃう、うん、変えるとかは、うん、でダイソーは専門職を3人置いとけるとかね、うん、でもそうすると例えばじゃあ国際試合 WBC みたいになった時に大変になっちゃいますかね。また9回に戻すってなったら、メジャーリーグのそのままルールが適用されると、もし日本で7回までとかオフェンスディフェンスみたいにしちゃうと国際試合でもうそんな国際試合なんか出ない日本がなんでWBC とかだって WBC に出ると疲れちゃうもん。ちょっとまあ確かに選手見てるとね、選手見てるとね寿命が縮むんじゃないかなって思うぐらいなんか気の毒な、うん、でもそういう大会はそういう大会で戻せばいいんじゃないの、うん、あその時は9回にして、そういう規定に沿ってね。あ、そっかそっか、まあ、短期間ですしね。そうそうそう、まあ、ピッチクロックもそうですけど、野球がどんどん変わっていってしまうの、本来の意味合いから、まあ確かに、うん、まあ、ピッチクロックって最初は大変だろうなと思ったけど、うん、日本の野球の1球投げるのにあれだけ時間がかかるとさ、はい、導入した方がいいんじゃないかって思っちゃう時があるよね
ちょっとあまりにもあまりにも長いもんだ。ピッチャーセンター向いてんだからずっと。いやいやそっちじゃないだろってこっち向けよみたいなありますね。アメリカピッチクロック後期導入して確かに試合時間が短くはなってるので相当なったらしいな。はい、なってるので、まあ、確かに試合短くするっていう、まあね、テンポ良くするっていう効果はあるんでしょうけど、でも通信技術をどうするのかとか、うん、その首を振った時にどうするのかとか、はい、まあそういうことはやっぱりちょっとまだ細かくね、うん、アメリカも導入したばっかりで、はい、いきなりな三振とか言われてええー、みたいな、おいおい振ってもないぞみたいな投げてもねえじゃねえかって、うん、なってくるとちょっとおかしくなっちゃうから、はい、やっぱ導入にはねいろんなルールが今試されてるとは思うけど、シミュレーションはある程度ねもちろんそうです、ね、したりとか、はい、ファームで最初やってみるとか、うん、で何が不備で、ね、何がいいとか、はい、まあそういうことも含めてね、やっぱ検証した結果導入した方がいいよね。そうですね、うん、ただこのダブルフック DH ルールは何もなしですよね。そこ連動しなくても絶対やっちゃダメだよ。そうですよ、やったら俺もう怒っちゃう。いきますかメジャーリーグ。多分泣いちゃうと思う。泣いちゃう。涙の抗議です。